皆さんこんにちは。実証レゴブリだ。ひらげだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。よっこらショット。はい、こちら、レゴクリエイターケーキショップモジュール式です。はい、ついに、これを開ける日が来ましたね。これは、今年の1月1日に、トイザラス限定で発売された、レゴハッピーバッグに入っていた、レゴクリエイターです。これ発売自体が確か去年か、一昨年のクリエイターなんですけど、これがずっと欲しかった。実は僕これ結構前にいつ値下がりするのかなって思ってて結構見計らってたんですけど、まあまさかハッピーバッグで手に入ると思わなかったんで、あの時もすっごい嬉しかったです。いつもだったらクリエイター3つに分けるんですけど、今回これは4本にします。まあ内訳を話すと、まずこれ3通り作って、あと1つは、ケーキショップの設計をちょっとガチでやろうかと思います。ケーキショップの併用住宅、こちらの設計のプレゼンをやりたいと思います。いや、もうこのクリエイターすっごい作るの楽しみです。はい、今回の動画ではこちらのもう真正面のケーキショップ、こちらを作ります。はい、では箱を見ましょう。もうでかいっすね。僕クリエイターで乗り物系と生き物系と、そしてこの建物系めちゃくちゃ好きなんですよ。ケーキのプレゼンで使えるパーツもあったり、あとは、まあ、作り方を教えることによって、これはこうやって再現できるんだっていうのを教えてくれるので、僕はこれすっごい好きなんですよ。何度も言ってるんですけど、これね、すっごい欲しかったんですよ。このショーケースのこのクリアパーツ、ほんと素晴らしいっすね。あとはこういう ATM だったり、お菓子のガチャマシン。この看板もなかなか面白いですね。こちらのケーキショップ以外に、こちらはサービスエリアとかで、ある屋台の、まあ、カフェ屋さんができるんですけど、この上がわかんない。これケーキショップなのにもう完全ボートハウスになってますね。おいおい、ケーキショップどこ行ったんだよって思います。はい、箱の裏はこのようになってます。このケーキショップの中まで再現されてるんですよ。いや、これはすごい。こういう屋台バージョンのカフェ屋さんもなかなかクオリティ高いです。僕これ完璧にプールハウスにしか見えないですね。あとはやっぱプレゼンですね。これ4つ目のプレゼンなんですけど、まあ、せっかく去年インテリア設計しとったので、インテリアにもちょっとこだわってみようかと思います。はい、それでは開けます。うわ、いきなり何これ。あ、もういきなりベースプレート入ってました。うわ、パーツめっちゃ入ってますね。はい、中にはパーツが入った袋が5つと 8×16 の水色のベースプレートが1枚、説明書が3冊です。今回はもうバラバラなんですね。ローラーコースターとスケボーハウスの時はもう一体化してたんですけど、ちょっと最新のこういう大型のレゴクリエイター買ってないんであんま分かんないですけど、どうだろう。では袋からパーツを取り出します。はい、袋からパーツを取り出しました。やっぱね、袋多いからパーツめちゃめちゃ多いですね。一番僕が好きなのはこのパーツですね。このクリアパーツ、これは嬉しいな。はい、では今回の動画ではこちらのケーキショップを作ります。はい、完成しました。いや、これはもうすごい。じゃあまずはこちらの3体のミニフィグから見ていきましょう。まずこちらがパティシエですね。はい、全体はこのようになってます。ちなみに僕はこちらのミニフィグ持ってますと、ズボンが違いますね。もうそれ以外はほとんど一緒です。ちなみにこちらはレゴシティの人たちのセットについてきたホットドッグのワゴンのオーナーさんです。そして残りの2体は子供です。まず男の子から見ましょう。はい、全体はこのようになってます。
T シャツにはベニーがいます。はい、女の子のミニフィグの全体はこのようになってます。ちなみにこのミニフィグ2体はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、こちらに変えることができます。女の子の方は多分ああおい幸せだなみたいな感じでわかるんですけど、男の子のこれはなんだろう、ああくそあのケーキ買いたかったのに売り切れだよってちょっと悔しがってる顔になってますね。はい、じゃあ次はケーキショップを見ましょう。やっぱクリエイターほんとすごいですよね。ちなみにあのクリエイターの家系の特徴としたら、まずここ後ろはないんですよね基本的に。ああ壊れてる、やばいやばいやばい。よし、これでなんとか。家系のクリエイターってもう後ろ全くないんですけど、もうすごい細かくできてます。まずはこちらのショーケース、もうこれがすごいんですよ。これもう見せ方も100点っすね。いや素晴らしい。ちなみにこちらのケーキの台座は回転します。こういうギミックあるの素晴らしいですね。うちの地元のデパートでなんかこういうのあった気がします。こちらが入り口ですね。入り口のドアはこのようになってます。この赤と白をもうジンジャーブレッドハウスを思い出します。もうあれは作るのすごい大変でした。あ、ちなみにこのケーキショップは1時間ちょっとで完成しました。ジンジャーブレッドハウスなんかもう6時間かかっちゃったんで、もうすっごい大変でした。店の側面側はこのようになってます。でこれが多分 ATM で、これがねもうすごいクオリティ高いですよ。お菓子のガチャガチャ、こちなみにこのネジ回せれます。ただ中の景品は出ません。まあこうやって振ったらなんかそれっぽくなるかな。そしてこの2階のテラス席が本当に素晴らしいです。どうしよう、設計施設のプレゼンで2階のテラスつけようかな。いや絶対そうした方がもうあのインスタ映えにもなるのと、あとやっぱ気分的に落ち着くかなって僕は思うんですよ。もうこれ絶対やろう。ちなみにこちらミニフィグを座らせることができます。ミニフィグを止める時がないので、基本的にまあ乗せるといった形ですね。そしてこのケーキショップを象徴するこの看板、もうこれが本当に素晴らしいです。こちらにパイと、そしてクロワッサンが2つ、上にはカップケーキがあります。これはなんと回転します。いやこれはすごい。あのお店でこうやって回転してるところありますよね。もうあれです、これ再現できるのほんとすごい。では次はお店の中見ましょう。まずこの上の2つこれ取ります。あのちょっと見えづらいので。はい、お店の中はこのようになってます。これがレジで、これはアイスケースです。そしてこの奥のこれがなんだろう、多分電子レンジだと思いますね。なんか見た感じ海辺にあるケーキショップを彷彿させますね。でこのアイスケースなんですけど、取り外し可能です。はい、ではこの3つを見ていきましょう。もうクオリティ高いなこれ。まずはこちらですね、このレジスタンド、これがまたクオリティ高いんですよ。ここが多分お会計のあれですね、あの何円になりますって言った時のあの金額表示のあれですね。これがお金で、これは何だろう、うん、ケーキかな、多分ケーキだと思います。まあお金は出てこないんですけど、これ造形としてはもうほんと完璧ですね。まああのもうこれ本物だったら絶対食べてます。もうあの見る感じ簡単な作りなんですけど、もう雰囲気すごい出てます。うちの地元のデパートにこういうのありました。あ、多分あれもなくなったと思うんすよね。そして最後こちらアイスケースです。赤と白が基調になってて、多分これが温度計だと思いますね。あ、そうそうそう、この穴にこちらの傘をはめることができます。はい、こんな感じです。でこれ箱のようにするとこんな感じです。いやーこれ取り外しできるのほんと素晴らしいです。まあちょっとバラバラになっちゃったんですけど、実はこのケーキショップなんですけど、接続するところが一緒のパーツなんですよ。なので自分好みに改造することもできるので、ちょっとやってみます。はい、自分好みに改造してみました。あのどうでしょうか。あの上のこの屋根なんですけど、もうあのいっそこのパーツ外してこうすれば、あーもう全然違和感ない。自分好みにケーキショップができるんだ、すごい。これもし今年発売されたクリエイターだったら、もう間違いなくこれ一番ですよ。いやこれは素晴らしい。まあ家にミニフィグが結構あるので、まあいろいろ並べて人気のあるケーキショップにしてみます。せーので、はい、こんな感じでミニフィグや基礎版を使ってすごい人気のあるケーキショップ屋にしてみました。いややっぱ最高だわ。いやもうあのさっきも言ったんですけど、これ今年発売されたクリエイターだったらもう間違いなく一番ですよ。はい、よっこれちょっと、はい、ジンジャーブレッドハウスを並べるとこんな感じです。あ、やっぱカマロ邪魔だわ。はい、では改めましてジンジャーブレッドハウスと並べるとこんな感じです。急に持ってきたので、まあちょっと大変なことになってますが、まあそこはご了承ください。どうぞ、もう家系のクリエイターも今後買ってこうかな。まあこのケーキショップみたいに自由に組み替えられるのもありなのと、あとはまあやっぱクリエイターということで、このケーキショップ以外に屋台のカフェ屋だったり、あとはプールハウスみたいなものも作れるので、これは残りの2つも組み立てるのすっごい楽しみです。
はい、レゴクリエイターケーキショップモジュール式はこんな感じです。はい、というわけでレゴクリエイターケーキショップモジュール式を組み立てました。もうこれもう何度も言ってるんですけど、このクリエイターめちゃくちゃクオリティ高いです。あとはミニフィグがいっぱい持ってたらこんな感じで並べるのもありなのと、あとはさっきみたいに自由にカスタマイズできるってとこがもうほんと素晴らしいです。もうこれはね、残りの2つも絶対クオリティ高いと思うので、もうすっごい楽しみです。はい、では次の動画ではこちらのカフェ屋台を作ります。楽しみにお待ちください。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ひろげでした。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら。